はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説各紙やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートでですね、各紙が UR 戦に、昇格したと、ね、いうことで、早速見ていきましょう。初めてなんで人物紹介からいきます。自分の女子力をアピールするため、普段はあまり掃除をしない各紙は部屋を片付けようとした。だがあまりにも掃除経験がなくて、むやみにスプレーを使ったせいで、部屋をきれいにするどころか泡だらけになってしまい、ますますイライラになってきた各紙であった。どうしよう。こんなんじゃ人を部屋に入れられないよ、ということです。まあ、普通に考えて、これちょっと名前とかで見づらいんですけど、この各紙の名前の、裏側、もう完全にバケツとモップがあるんですけど、これを完全にお店を掃除する、用のレベルの装備ですよね。これ部屋のフローリングでここまでの装備で掃除しようかなっていうのなかなかないのかなとは思います。はい、ということで、各紙は帽子で軍の陣営となってますね。そして専属武器新鋭セットだけ見ていきましょう。各紙専属ステータス、防御力がレベル ×220、 攻撃力が 17%、 物理防御貫通が900となっています。パッシブ全部出しておきましょう。そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 会心値がレベル ×280、 最大 HP が 44%、 体力値がレベル ×180、 防御貫通がレベル ×10、 根気値がレベル ×300 となっています。ということで、まとめて見ていくと、会心値はあるけど物理会心ダメージがないっていう形かな。で、貫通は両方ついてて、体力値と防御力がついている。バランス型ですよね。で、根気値がね、まぁ、ちょっと活躍しにくいステータスではありますが、ついていますね。レベル ×300 と、まぁ、非常に高い数値ではあるんですけどね。あとは、主要的なところでなさそうなのは筋力値か。筋力値がないんですね。まあ、なので、まあ、次の MR になった時のパッシブ4番目は、まあ一つは筋力値で決まりかなというところですね。ということは特殊パッシブはない感じかなということになります。そしてアクティブスキルですね。残り HP パーセンテージが最も高い敵4名に 800% の物理ダメージを与える。毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になる。自身の残り HP が敵より低い場合、100% の確率で2ターンの間敵を撃砕状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少。自身の残り HP が 50% より低い場合、敵の状態異常耐性を 50% 無視ということですね。まあ、パッと見た感じ、この状態異常耐性、を 50% 無視できるっていうところが良さそうに見えるんですけど、まあ、条件としてね、残り HP が 50% より低い場合っていうところがあるんで、まあ、ちょっと難しいかなと。残り HP 50% より、自分のね、残り HP が 50% より低い場合にスキル1を打ててっていう状況がね、まずなかなかないと思いますんで、もちろんこの条件満たせれば、撃砕をね、つけられて将来性を見るのであれば、撃砕罪悪ですよね、に、なるので、まあ、ここの条件も緩和されるとは思うんですけど、MR になった時は。まあ、なので、まあ、一応、状態異常耐性虫持ちの、撃砕ですね、になるんで、もしかしたら MR になった時、戦場戦役で活躍が見込めるのかなと。まあでもそれなりに魔改造されないとちょっと厳しいかなっていうところですね。で、範囲攻撃、残り HP パーセンテージが最も高い敵を4名ですね。800% の物理ダメージを与えますと。HP サーチの範囲4名攻撃ですね。そして、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になりますと。まあ、こっちの方が条件としては取りやすそうだなと思います。そして自身の残り HP パーセンテージが敵より低い場合は 100% の確率で2ターンの間敵を撃砕状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少。まあ、自分の残り HP パーセンテージが敵より低い場合ということなんで、まあ、100% 同士だとダメですよということがまず注意ですね。 0.1 でもこっちが下回ってないとダメですと。まあ、これもなかなか難しい条件ですよね。まあ敵を殴った時に反射でこっちの HP が削れてくれればっていうのもありますけど、敵が反射を持っていない場合も、まあ、対 NPC だったら普通にあるんで、そうなるとちょっと撃砕つけづらいのかなと、思います。で、さらに自身の残り HP が 50% より低い場合は、敵の状態異常耐性を 50% 無視できますよと。
まあ、こちらも条件がちょっと取りづらいかなっていう、まあ、今の UR 戦ですけどね、まあ、現状取りづらいかなと、まあ、MR になってどこまで魔改造されるかっていうのもありますし、まあ、現状ね、もう UR 戦に関しては MR ありきの性能になっていますんで、まあ、こっからね MR にどう成長していくかっていうのも見つつ、うん、お話ししていきましょう。そしてスキルの2番目、残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 800% の物理ダメージを与える。毎回攻撃後、敵が撃砕状態の場合、その敵を1回追加攻撃する。同じ敵に対する追加攻撃は1回のみ。毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より低い場合、ダメージが倍になる。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 35% の HP を回復します、ということで、こちらも範囲攻撃になりました。残り HP パーセンテージが最も低い敵ですね。HP サーチで最も低い敵4名に 800% の物理ダメージを与えますと。で、毎回攻撃後、敵が撃砕状態の場合、その敵を1回追加攻撃する。同じ敵に対する追加攻撃は1回のみということなんで、まあ、撃砕がついていれば、その敵を1回追加効果、まあ全体2回攻撃になる可能性があるってことですね。で、スキル1で、まあ、条件がちょっと ややこしくて難しいんですが、まあ、撃砕をつけることができますんで、しかも状態異常耐性無視もね、条件付きで持っていますから、まあ、将来性を見ると MR でここは改善されると期待して、で、スキルにもね、撃砕がまあつきやすくなったっていうところで、一回追加攻撃しやすくなるんではないかなという現状予想ですね。で、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より低い場合はダメージが倍になりますよと。まあ、これはとどめを刺しに行くようかな。まあ、スキル2なんで、ここまで生き残っていれば、まあまあ、これは条件としてもありでしょう。で、すべての攻撃後、自身が総ダメージ 35% の HP を回復と。まあ、一発目がね、ダメージ倍取れなくても、追加攻撃でダメージ倍取れる可能性も、まあ、出てきますからね。まあ、これはいいんではないかなとは思いますが、ちょっと撃砕がね、キーワードになっている割には、スキル1で撃砕がつけにくそうな感じなので、まあ、これは MR になった時に期待かなと思います。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。で、今回から、新たに項目一つ増やしました。MR の時にはこれは、しないんですが、UR 戦の時だけですね、今後再評価も含めて、この評価、出していこうかなと思います。将来性という項目をね、まあ、一つ増やしました。まあ、MR とか、半名嫁衣装をね、将来性を見たときにどうなのかと、まあ、いうところですね。で、今回は、タイプがアタッカーですね。ちょっと撃砕が、うん、本当はこれ撃砕がね、100% 取れるような状態であれば、サポートアタッカーでいいのかなと思ったんですけど、まあ、撃砕がちょっと取りづらそうだなと、まあ、現状、この UR 戦だと取りづらそうだなというところですね。となると、まあ、火力源になってしまうのかなというところで、消去法でアタッカーですね。そして、戦場戦役。おそらく、まあ、MR になって活躍させたいのはここなんじゃないかなとは思うんですが、まあ、現状やっぱり残り HP パーセンテージが敵より低い場合っていうね、条件がありますんで、この条件を満たすのに一工夫しなきゃいけないというところで、まあ、その一工夫はいらないんですよね。戦場戦役でもう無条件でつけたいというところになりますんで、ちょっと足引っ張るかなと。で、火力の方も見ても、まあ、800% でダメージ倍かな、スキル1がね。で、スキル2も 800% で撃砕ついていれば1回追加攻撃、まあ、実質ダメージ倍っていうところですね。で、相手の残り HP が 50% より低ければさらにダメージ倍みたいなところになるので、まあ、ちょっとうまく回さないと厳しいかなといったところですね。特にスキル1の火力がね 1600% しか出ないので、前半は。で、スキル2の方がうまくいけば 800% のダメージ倍で 1600% の追加攻撃で 1600%、まあ、3200% にはなる可能性ありますが、命中パッシブもついてないんで、まあ、ちょっと戦場戦役、現状のところは厳しそうですね。せめて撃砕がね、確実につくようになってもらわないとっていうところ。で、MR になれば撃砕罪悪の状態異常耐性無視もあるんで、まあ、ここは、ま、改造で、よりつきやすい状態にしてもらえれば、戦場戦役でも出番出そうですね。そして、ボスですね。ボスに関しては、まあ、これ範囲攻撃は範囲攻撃なんで、まあ、特には期待はできませんね。まあ、さっきも言った通り、スキル1も前半は 800% の800、ダメージ倍で、さらに 800% で 1600% ですね。スキル2も 800% の、後半がダメージ倍かな。で、800% のダメージ倍で 1600% の追加攻撃で 3200。まあ、最大で、まあ、その程度なので、まあ、前半を見るのであれば、まあ、スキル1が1600、スキル2が、まあ、撃砕ついてれば1600、撃砕つかなければただの800かな。まあ、なので、かなり倍率としては低いかなと思いますので、ボスも恣意適正となっています。
で対人もそうですね、まあ、範囲攻撃なんでちょっと対人もまあ厳しいかなというところになりますね。まあ、防衛も厳しくて、一応防御パッシブありますけど、まあ、防御パッシブはね、もう気持ち程度の硬さになるぐらいなので、まだこの UR 戦ぐらいであれば、やっぱ MR になってね、防御力とか、神髄共鳴スキルとかが、まあ、しっかりついてて、復活とかもついて初めてっていうところになるんで、まあ、現状まだ厳しいですね。というところで対人も C 適戦になっています。で、短期特化度。短期特化度も、まあ、ここまで C が続けば C 適正かなと思います。武将であるかどうか、武将ではありますね。戦場戦役、ボスに適正あるかどうか、どちらもないです。コスパ面どうか、まあ、ここまでは普通の UR 戦と同じだけ、絆が必要になりますよと、まあ、原法が必要になりますよというところで、まあ、そこまで、コスパは悪くはないですが、今後を見据えた時にですね、MR、アバ、または花嫁衣装となりますんで、どちらもコスパが悪いものになっています。なので、まあ、ちょっと短期特化には向かないかなというところですね。そして将来性、今回から新しく項目増やしました将来性なんですが、まあ、MR を見据えた時になんですけど、まあ、まずパッシブが、まあ、今筋力値が現状ないんで筋力値がまあつくであろうと、もうほぼほぼ筋力値つきます今の流れ的に言うと、そしてもう一個が、まあ、おそらく回心物理回心ダメージとかになるんじゃないかなと思いますね。状態状態性無視もスキル1についちゃってるんで、まあ、それはつかないのかなと思います。なので、まあ、今現状予想できる範囲としては物理回心ダメージと筋力値がつくような気がしますね。なので特殊パッシブはつかないですということで、まあ、そこまで将来性が高いわけではまずはない。そしてアクティブスキルとしても、まあ、スキル1の撃砕をね、まあ、まず罪悪に、まあ、これは 100% なるでしょう。で、あとはつけやすさですよね。撃砕をどれだけつけやすくなるか、変な条件がついちゃってるんで、自分の残り HP パーセンテージが敵より低い場合とかね、自身の残り HP が 50% より低い場合、敵の状態状態性を 50% 無視とか、まあ、変な条件ついちゃってるんで、ここをなんとか緩和または、撤廃、してもらいまして、将来的には戦場戦役のデバフ要因ですよね。デバファーとして、まあ、活躍できるようなスキル1にしてもらえれば、まあ、対人はちょっと将来性はさておいて、戦場戦役とかで活躍が見込めそうな気はします。まあ、ただ MR アワーになってくるんで SSR からじゃあ行きましょうかってなるのはまたそれもコスパが悪いなという気はしますね。まあ、なのでわざわざこういうねスキル1で撃砕の条件つけてるってことはこういう完全撤廃はないような気がするんで、ちょっと扱いづらさもしかしたら MR でも出てくるかもしれないというところで将来性は C になっています。まあ、僕がねこれあくまで僕の予想なんで、この将来性っていうのは運営さんがね、まあ、急に気が変わって魔改造し始めてむちゃくちゃ強くなるっていうことももちろんありますんで、この辺はまあ僕の個人的な意見として取ってもらえればいいかなと思います。はい、ということでチャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。